どうも、こんにちは、太郎です。今回は今まで温めてきたケイト君のですね、なんと両服の SSL ですね。こちらのパーソナルストーリーやっていきたいと思います。はい、ポーズ。どんなストーリーなんでしょう？楽しみで仕方ないですね、これ。はい、ポーズ。談話室。マジカミ系の話かな？はい、ポーズって言うから。パーツラベル。2、3年生のみんな、トレイ君の前に集合。はい。2年生全員揃いました。なんで全員集まったんだ？ 3 年生もすでに揃っている。みんなもわかっていると思うが、近々何でもない日がやってくる。なんか普通の日のはずなのに、なんかやばい日みたいな感じになってるな。何でもない日がやってくる。おお、やったー。何でもない日のパーティーだー。あ、そういうことか。パーティーがあるってこと。甘いケーキに上質の紅茶、そしてコロッケ大会。こらこら、みんな静かに。トレイ君に注目。あの事件以来、ハートの女王の法律の遵守がやや緩くなったとはいえ、あの事件ってあれか、第一章のリドル君オーバーブロッドしちゃった事件ってことだよね、多分これ。あの事件ってこう伏せてるのは何だろう、配慮っていうか、第一章の時点でもうすでにこのカードがあったからなのか、ちょっとわかんないけど、まあそういうことだよね、多分。何でもない日のパーティーは俺たち、パーツダブル寮の重要な伝統行事だ。当日みんなでハッピーに盛り上がるためにも、前もって準備はしっかりやろうね。もし、グダグダな本番を迎えちゃったりしたら、寮長のリドル君に、首をはねられちゃうぞ。ちょっとなんか明るく言ってるけど、マジで怖いっていうね。はは、まあそういうわけだ。気を引き締めて、何でもない日のパーティーに臨もう。はい、副寮長。なんかケイト君は副寮長ではないけど、結構重要なポジションにいそうな感じだよね。んじゃ、準備の役割分担を発表するね。一年生ちゃんたちには、うちらの寮恒例のバラの色塗り。ああ、これはいっぱいやったね。それから、伝統のスポーツ、クロッケーの競技場と、メンテをしてもらうことになったよ。お前たち2、3年は、3つの班に分かれてもらう。俺、トレイ班は料理だ。特に、ケーキに関して、寮長はこだわりがあるからな。俺がメンバーを選抜した。そっか。メンバーがグダグダだとやばいもんね。そして俺、ケイ君の班はお茶会会場のセッティングだよ。なんかお茶会会場のセッティング結構ラッキーじゃない？キュートでフォトジェニック。それでいてカオスでエッチーなテーブルにしようね。あ、でもお茶会のさ、会場って結構いろいろこだわってるような感じだから大変なんかもな。トレイ君と俺はリドル班メンバーでもあるんだけどね。トホホ。トホホをしてる。では、それぞれ班に置かれて作業に取り掛かろう。みんな、よろよろ。頑張ってやっていきましょう。これが会場。会場班。結構準備万端なんじゃない？では、明日に迫った何でもない日のパーティー。会場の設営を始めるよ。ダイヤモンド先輩、倉庫からナイフやフォーク、カトラリー一式運んできました。サンキュー。頑張ってる2年生ちゃん、シャメ取ろ。はい、ポーズ。何？この状態も取っちゃうの？この工程も。そしてすかさず、マジカミにアップ。なんでもない日直前。銀食器、ナイトレーブンカレッジ、何でもない日直前ってことは、何でもある日。うまいこと言うな、最後。あの、先輩、SNS に写真を上げるのは本番の方がいいんじゃ？ダイヤモンド先輩、俺は茶器を持ってきました。この人とも写真撮っちゃう？その箱の中は、本物の注ぎ口がないティーポットだね。珍しいんじゃない？これ。パシャ。また撮っちゃって、これ。マジカメにアップ。何でもない日直前ってことは誰かの誕生日。ケイト先輩、テーブルクロスの洗濯完了です。今、アイロンかけてます。GJ! クロスは全部で何枚だったっけ？パシャ！
仕事しろお前。何でもない日直前が誕生日の誰かさんおめでとう。このタグでストーリーを作っていくっていうね。あ、ケイト先輩っていつもああなわけ？俺がいいだけじゃない？ぶっちゃけ仕事なんもしないよな。やっぱりそう感じるよね。俺も思ったわ。大丈夫かな？あ、お前荷物は俺たちに運ばせて、自分はスマホをいじってばっか。ケイトくん大丈夫かな、これ。お前たち、パーティーの準備は進んでいるのかい？でも実は裏でめっちゃ頑張ってたりするんじゃないかな。どうなんだろう。我が班のチェックにいらしたんですね。その、とっても言いにくいのですが、ケイト先輩の様子を見てください。密告されちゃった、これ。パシャリ。マーベラス。パシャリ。エクセレント。あ、なんかこいつ、なんか、ことあるごとに怒られてる気がするんだよな、ケイト君。パーティーの準備なのに、すでに、縁も竹縄状態。あの様子で大丈夫ですか？怒っちゃった。リドル君怒ってるよ、これ。カツカツカツ。ケイト。リドル君、ああ、スマホ隠しちゃったね。怒られろ、怒られろ。大丈夫かな？ケイト、会場準備の守備はどうだい？応援に来てくれたの？優しいね。そんな我らが寮長と記念に一枚。全然答えてないじゃん、これ。パシャリ。メンタル強すぎでしょ、これ。ケイト先輩、勇気ありすぎる。お茶会は、様式美が大切だ。君に任せたんだから、最後まで丁寧におやるよ。さて、と、次はトレイハンの様子を見に行ってくる。え、あんまり怒られなかった。この辺が絆？絆ってこと、この二人の絆。トレイ君によろしくね。寮長がサボリ先輩をスルーした。なんで首を跳ねないんだ？チェ。あの厳格なリドル寮長もお友達は忖度こなすってことかよ。ああ、やる気なくすわ。こんなおままごと失敗すればいい。お、君が運んできた箱の中身はジャム専用のジャーだね。それは超重要。さ、みんな、この調子で最高のなんでもない日のパーティーにしようね。また写真撮ってこれ。心配になっちゃうわ、これ。続く、どうなっていくんでしょう、これ。ストーリークリア。じゃあ、第2話やっていきましょう。結構後輩から不満が溜まってるみたいだけど。もう当日かな、これ。パーティー当日。よーし、準備はすべて整ったね。なんでもない日のパーティー、始めちゃおう。おめでとう。この雰囲気がなんか独特だよね。なんでもない日おめでとうみたいな。僕たちのノルマ食べきったな。やっとクローバー先輩お手製のケーキにやりつける。ユース、お前食欲あんね。俺は一年たちが失敗したケーキの後始末で腹いっぱい。選抜したメンバーなのに失敗やっぱするのか。イエーイ。一年生ちゃんたち、盛り上がってる？ダイヤモンド先輩、ケイト先輩。エースちゃんは今日、お誕生日？俺の？いや、俺は9月23日だけど。じゃ、デュースちゃんだっけ？僕の？いいえ、僕は6月3日です。そして、俺、ケイ君の誕生日は2月4日。今日じゃない。つまり、なんでもない日、おめでとう。なんだこれ。あ、なんでもない日、万歳。そういうことだよね、多分。あ、ハイテンションについていけない。もっと気持ちを上げなければ。なんでもない日、イエーイみたいな感じになっていかないといけないよね。ちょっと、ノリ悪いよ。このパーティー、影の功労者の二人をねぎらいに来たんだからさ。今日の開催までいろんなトラブルがあったね。クロッケ大会に使う
ハリネズミの脱走事件あったな、これは。フラミンゴも逃げました。この二人結構一生懸命さ、捕まえに行ってたよね。そして、エースちゃんたち1年による、トレイ君、ケーキ担当追放事件、それは知らない。これは気になるな。さらに、1年生お手製、グロテスクケーキに、リドル君、元気で事件。もう事件起こりすぎてやばいな、これ。ケーキの件は、エースが発端です。俺のせいにすんな。俺はケーキの多様性について意見しただけだっつの。はいはい。今回のトラブルについては、夜にトレイ君と反省会するとして、自分たちで作ったこのお茶会を楽しもう。はい。まあ無事に開催できて本当よかったよね。それにしても本当におかしなルールのティーパーティーですよね。なんかさ、全部見てみたくない？ルール。わけのわかんないルールさ。あるのかな、どっかに。し、ネズミは眠っていることが作法だからね。僕のティーカップなんて、そこにぽっかり穴が開いてる。注げないじゃん。なら、カップを重ねて飲めばいいにゃー。これはまさか、チーニャじゃん。珍しい。そもそも大きい方がポットで、小さい方がカップだなんて、誰が決めたんかね。ゲッ空中に顔が、お前は確か。チェーニャ、パーツラベル妖精以外はここにいていいのか？やっほー、チェーニャちゃん。相変わらず、イカしたパンツだね。パンツまだ見えてないけど大丈夫？あ、見えてきた。イカは嫌いだね。食べるなら俺はネズミの方がいいにゃん。イカしたっていうか、イカ？ネズミが来ちゃったな。チュチュー、猫！そっか。ネズミが起きちゃったってこと？チェーンちゃんがポットのネズミを起こしちゃった。これやばいじゃん。ゲー、こら、テーブルの上で飛び跳ねんなよ。あー、もうぐちゃぐちゃ。チェーンに来ちゃったからめちゃくちゃになっちゃう、これ。なんでもない日のルールでは、起きたネズミの鼻にはジャムを塗るんだったか、そんなルールだったのか、諦めない。ジャムは後でいいから、とりあえずネズミを捕まえて。俺は猫のようでいて人間。ネズミを食べるわけないにゃー。勘違いされたチェーニャ。だからトレイが作ったケーキを食べたら退散するぜ。こいつの狙いはトレイのケーキか。めちゃくちゃにして消えていきやがった。マジかあいつ。さて、そろそろ時間だね、クリオチョ。なんとか落ち着いたのかな。みんな、トレイ君に注目。これにて今回の何でもない日のパーティーを終了する。お疲れー。無事に終わったか。パーティーの後は後片付けだ。今日中に終わらせるぞ。1年生はクロッケ場の掃除とゴミ捨て。2、3年生は食器洗いとお茶会会場の撤収。この辺のさ、分担とかすごいスムーズだよね。片付け方もハートの女王の法律に沿っているからね。特に茶器とクロッケの道具類は収納する箱順番まで全て決まっている。必ずきっちり収納するように。いいね。はい、寮長。厳しい。トレイ班、食器やカトラリーの水洗い完了。収納担当のケイト班に渡してくれ。サンキュー、トレイくん。じゃ、ケイくん班のみんな、ルール通りしっかり片付けようね。あの後輩たち、あ、やっぱり出てきたか。ケイト先輩大変です。さっきの収納メモが見当たりません。これでは、どの食器をどの箱に片付ければいいのか。そもそもカトラリーやリネンが反則なく揃っているのかさえ不明です。やばいよ、もう怒ってるよ、もうめっちゃ怒ってるよ。ぐぬぬぬぬ。申し訳ありません、寮長。俺たちのミスです。でも責任者のケイト先輩は準備中に遊んでばかりで。うわ、わざとかもしんないよこれ。ゆえ自分の失敗を棚に上げすぎ。あ、本当に失敗なのか、これ。ケイト先輩はちゃんと管理をしていたんですか？ケイト先輩、答えてください。
さあさあ、ケイト君どうなっちゃうのこれ。続く。気になるところで。ストーリークリア。普段さ、すごい明るい感じだから、こういう時にさ、なんかシリアスな展開になった時のケイト君ちょっと気になるよね。第3話行きましょう。いや、これピンチなんだけど、どうなっちゃうんだろう。なんか締めっぽい BGM になっちゃってるよ。なんでもない日のパーティー、そこで使用する伝統ある鮭の管理を怠ったのは、ケイト先輩、あなたの責任です。こいつらーって感じだよね。だよね。え？認めちゃった？ごめんなさい。ケイト班の他のみんなも、ごめん。せっかくのパーティーじゃん。だから、準備もガミガミ命令せず、楽しくやりたかったんだよね。ケイト君のこれ思いが。やっぱ俺、班長ないと向いてないみたい。本当に申し訳ない。ケイト先輩。最後の詰めが甘かったケイ君でした。そんなブルーな瞬間を一枚。今は取っちゃダメだ。はしゃ。今撮っちゃダメでしょ、これ。空気読んで。このギスギスした状況で自撮りするか。そして SNS に投稿してる早くも。ダメだ、この先輩。スマホ依存症の末期だ。みんなへの反省の気持ちを間近めにアップしたから、ぜひチェックしてね。すべてが間近めに繋がってる。ローズハート領長、これはハートの女王の法律違反じゃないんですか？今すぐダイヤモンド先輩の首をはねるべきです。どうするリドル君。あれ？ちょっと待って。なんだろう。ケイト先輩のマジカメ、すっげー。あ？お前までどうした？この寮は変な奴しかいないのか。話は最後まで聞けって。ケイト先輩のマジカメ、まさかさ、あのメモまで、映してるみたいな。パーティーの準備の様子が全部記録してある。ということは、パーティーの最中じゃなくて、準備中の？あ、準備中のがあるから、戻せばいいってことかな。ダイヤモンド先輩のマジカメアコ、検索っと。お片付けまでがお茶会です。かわいい。これは、シャープで区切られてるタグをクリックしてみろ。タグ？単語ごとにシャープがついてるな。デュース、こういうの疎そう。メモ代わりになるみたいな。なんでもない日直前。そっか。この時の写真を見ればみたいな感じかな。原色機の準備をする様子の画像が表示された。カトラリーだけじゃねえぞ。すごいね。ことあるごとに撮ってあげまくってたからのみたいな。これでもさ、たまたまだよね。よかったな、ケイトくん。めちゃくちゃあげてたもんね。テーブルクロス。そっか、これを見ればなんとかなりそう？どうだ？備品ごとに分けて、開封からセッティングまでの様子が何枚も投稿されている。このマジカメを見れば、用具の種類と数、そして収納方法がチェックできんじゃね。ユエスちゃん、ナイスアイデア。助かったー。パーツラベルのみんな、はーい。俺に手を貸してくれない？ケイ君アクを参考に、カップやポットの数と専用のケースを確認して、お願い。了解です。宝探しみたいで面白くなってきた。かわいい。ち、運に救われたな、ケイト先輩。こいつら許さんからな、本当に。ケイトくんさ、なんか明るく流すけど、めっちゃ根に持つっていうか、なんか、何？もう気にはしないけど、なんだろう、さらに闇を抱えてしまうよ。そんな感じがするな。みんな、ありがとう。あとは、それぞれを正しくケースに格納すれば終わりだね。ここから先は俺に任せて。覚えたてのオートの魔法を応用して、オート、それ、
まさか、勝手に治っていくみたいな。おお、かっこいいじゃん、これ。カップや操作が飛んでる。なんかいいね、これ。しかも綺麗に整列して、魔法って感じだ。食器ちゃんたち、今日は何でもない日のパーティーお疲れ。自分のお家に迷わず帰って、ゆっくり休んでね。ああ、ケイトのやつ。つい最近まで実践魔法が苦手だったくせに。自分のため、物事を効率的に進めることに関してだけは才能を発揮する。まったく厳禁なやつだね。寮長寮長、俺がケイト先輩のピンチを救ったこと忘れないでくださいね。その一言がなければまあよかったかもしれないのに。エース、君はどこまでお調子者なんだい？本当ね。え？多分ケイトは最初から食器リストを作るつもりで間近めにアップしてたんだと思うぞ。え？見抜いてたみたいな？たまたまじゃなかった？今回のトラブルに乗じて自分の班以外の人でも利用したのだろうね。みんな手伝ってって言って言ったもんね。確かに。それだけじゃないぞ。ケイトのフォロワー数を見てみろ。あ、100人以上増えてる。同学年以外の寮生が一斉にフォローしたから。やられたな、エース。そういうことか。ケイトくん、結構作詞やん。ジェイドみたいな、なんかそんな感じがするね。エースちゃーん。魔法全開の俺、一枚取って。後でマジカメにあげるから。出力上げるよ。せーの。で、これか。トレイもめっちゃいい感じで驚いてくれてる。終わり。ストーリークリア。じゃ、グルービーさせに行きましょう。ケイタ君の両服ですよね。ダイヤモンドのキャンディー。やっぱ SS レアっていうだけあってボリュームあってよかったな、なんか。いろいろ準備とかも大変だったけど。ケイ君の本気見てみたい。もうしょうがないな。グルービー。なんかこのケイト君のグルービーあんま見たことない気がする。結構珍しいかも。今の俺めっちゃイケてない？テンション上がっちゃうよね。イケてた。はい、ということで今回はケイトくんの SS レア両服パーソナルストーリー実況させていただきました。なんでもない日の準備本当に大変そうだなっていうのも分かったけど、なんかケイトくんさ、こういうのまで見越してさ、マジカメ上げてたんだったらマジですげえなと思いました。またちょっとね、新しい一面が見れて面白かったです。ということで今回はこれで終わりにしたいと思います。よければチャンネル登録、高評価、ツイッターフォローとお願いします。ではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。